福岡県立福岡高等学校は、福岡県福岡市博多区片隆一丁目に所在する県立高等学校。略称は福高 FSH 登録校の一つ。また、福岡県立周遊館高等学校や福岡県立地区支給高等学校と、並び福岡のご参加と言われている。地元の進学塾などからは、 子山野と呼ばれることもある。特に周遊館とは、旧制福岡中学校開校以来、周遊館の寄宿舎での開校や火災時の復興支援などを背景に、両校の関係は深く、ラグビー部やバスケ部は、毎年定期戦を実施している。福岡県第四学区の全日制普通科の高校である。以前は三学期には朝加害がなかったが、2008年度、三学期は、 第2学年の理系クラスにおいて12日間朝、課外を行った。2009年度からは全学年毎日行われている。2017年度より朝課外は選択制となり、生徒は必要に応じて受講する教科を選択できるようになったほか、受講しないという選択も可能になった。これにより、生徒が課外授業への参加を本人の意思に関わらず強制されることはなくなっている。 また、博多祇園山笠崎間中博多部の立地でもあり、千代流に位置するため、柿山が校内に入る唯一の高校である。さらに、山をく男子生徒は、高血扱いとなる。姿勢礼業合憲制風、総主権後校訓、姿勢礼業合憲制風、総主権後を基軸とした、気高さのある生徒の育成豊かな上層と広い視野を持ち、 未来の日本を展望する国際性豊かな生徒の育成知性を磨き、真理を愛し、文武両道にわたって努力する生徒の育成公明の服を表すために、カタカナの符を9個合わせて図案化したもの。旧制中学は中央に中央、新制高等学校になってからは、校の文字を置いている。ラグビーボールをモチーフとしており、原案は新制高校1期の女子生徒による。 作詞は川原三郎。作曲は松園興味。本来5番まであり、2番には姿勢、3番には合憲、4番には創始と幸訓が織り込まれている。現在では2番で終えるのが習慣となっている。歌詞に孔明は登場しない。若き副校、千代の緑、立花んの秋けぼの福田高参加がある。上記の効果とともに、 同窓会のウェブサイトで視聴できる。本館の設計、監督は福岡県営全課の初代課長、うすともそうが言った。通説として流布する建築家の三条栄三郎は昭和2年に消失した木造校舎の設計者で原校舎が建設された1929年には長野県職宅に転任していた。鉄筋コンクリート作りの原校舎は 福岡市都市計画省に選ばれている。県内で唯一残る旧正中学時代の校舎であり、建築当時の構造や質の高いデザインがそのまま残っているとして2012年3月12日、県の有形文化財に指定されることが発表された。創立100周年を機に2014年度秋から改修工事が行われた。その際それまで、 福高研修学園教員の職員室であった南館西側1階の教室は校舎建設当時の教室の姿を復元した復元教室として改修され今では生徒の自習室となっている2019年度の福高祭りからその隣の部屋は歴史資料展示室として使用されることになった道路を挟んで福岡県立博多青少高等学校に接する ジオグラウンドは主にラグビー部用の飛び地的な練習場で、博多青少高校ではなく、福岡高校の敷地である。旧正中学と合わせ、福中、福高同総会と称する。毎年6月に総会を開いている。東京、関西に支部があり、女子部会は、購買会と称される。正門同じ福岡市内にある、周遊館と同じく自由な校風であり、 福高祭りや体育祭、予選会などに、教師はほとんど、口出しせず、生徒自らが作り上げていく。また、携帯使用や、通学カバンも自由になるなど、生徒による規則の改変も行われている。福高祭り、体育祭、予選会を三大行事としている。福高祭りは5月第2週の土日に、体育祭は9月第1週の土曜日に、予選会は、 センター試験翌々日に外部の施設より新行度を借りてそれぞれ開催される。三つはほとんどすべて実行委員会のメンバーによって運営される。裏三大行事として応援歌練習、起立という上の体験学習、歓迎子がある。これらのうち起立という上の体験学習は頻繁に名称の変更が行われる。2013年度は 次助と教助を学ぶ宿泊体験など。また、歓迎子は現在行われていない。うち、総務のみ立候補制で、他の4役は、先代の5役と教師による指名制である。執行部は5役と、各専門委員長の15人で構成されている。三大行事の時期が近くなると、各行事担当の委員会所属メンバーを中心とした、実行委員会が結成される。 最寄りの鉄道駅最寄りのバス停最寄りの道路。ありがとうございます。